いやいや、あのだからあの日本に住んでる人っていうのを日本人っていうのを扱いすれば、日本人として私たちの足元を見たときに、今あの震災が起きて、それ以来するのちょっとお酒入ってるんで結構面白くなるんですけど、あの震災の後にやっぱりいろんな議論があって、特にも原発事故があって、それから結構あの社会的にこの社会をどうするのかという議論がいっぱいあったと思います。で特にその中で、まあ、エネルギー政策というのは非常に境目の議論が高くて、まあ、本当に今後そのエネルギーというものをどうしていくのかという、電力会社をどうするのかとか、主力発電所をどうするのかとか、私たちが使う電力というのをどうすべきなのかという議論があったりとか、その反面あの、まあ、今日環境に興味を持っている方がたくさんいると思うんですけれども、環境問題というのはどうやって解決していくのかというについてももちろん関心があると思う。なぜかというと、環境問題というのはやっぱり それぞれどんな分野で活用していても地球全体の未来に関わることだと思っていまして、結局その環境問題を解決できないと私たちがこうあの生活していく未来というそのものが存在しないじゃないですか。例えば温暖化問題ですとか生物多様性問題ですとか、そういうことを考えたときに、今はそのように私たちの日本の中で議論していると2030年までということで、エネルギー政策と温暖化対策をどうするのかというのを議論しています。でそれを、まあ、もちろん今まで1年間かけていろいろ議論をして結論を出すような方向に向かっているんですけど、あと1ヶ月で国民の議論をすると、国民全員じゃないんですけど、みんなで議論をして、そこから得た意見をもとにこう今後どうしていくのかというのを決める。でその1ヶ月間で議論したことをもとに、2030年までに日本のエネルギーをどうするのか、そして温暖化対策をどうするのかというのをあと1ヶ月で決めます。この国は逆を言えば、この1ヶ月であの私たちは何もできなかったら、2030年までの未来がもうそこで決まってしまうという危機感が非常にあるんですね。だからエネルギー問題とか環境問題とか人それぞれ考えがあると思うんですけれども、それをこうなんか内輪にして自分の中でこう考えて発信しなかったままこう社会が動いてしまう。それでもう1ヶ月で結論が出てしまったら、もうある程度2030年までそれに従わざるを得ないってなってしまうので、そうなるのはちょっともったいない。まあ、いろんな今分野とか一種とか問題あるんですけれども、あと1ヶ月で私たちの20年からの未来が決まるわけですから、そこでちゃんと私たち未来について言っていかないと、私たちは望む未来というのは実現できないということで思っているんですね。まあ、それは多分リオで結局若者たちがこうそういう強い思いで動いたから変えられましたし、私たちがそういう強い思いがあれば、どういう、まあ、それぞれが本当にそういうどんな未来がいいのかというのはそれぞれだと思うんですけれども、こう合わせて若者としてこういうものがいいよねというのがもしあれば、そういうものを目指していくべきだと思うんですよ。その内容がどうであるか、そういうことをやっぱ今後1ヶ月間本当に短い時間、あと4週間しかなくて本当に時間がないんですけれども、その中で私たちとして若者としてちゃんとやっていく必要があるんじゃないかということで、あの三木さんに今日呼びかけさせていただいた次第でございます。